佐藤澄香です。綺麗に痩せる方法をお伝えします。今回はですね、昨日私が取り組んだプチファスティングの、結果ご報告をしていきますね。まずこの今からお話をする内容は、今後こう夏に向けて綺麗に痩せたいという方にもう非常に役立つお話ですので、ぜひ最後までお聞きください。まず私が昨日行ったプチファスティングなんですけれども、これは何かと言いますと、夕食をお休みする方法なんですね。でそのお休みすることで、最後の消化からこう12時間以上経過した頃からその、脂肪が燃え出すというわけなんです。でこうただ脂肪がこう燃えるだけではなくてですね、こう様々な、遺伝子であったり、ホルモンであったり、そういったものがこう活性化しますから、もう細胞レベルでその、若返っていける、結果脂肪も燃やしていけるという、いっぱいいいことが、ある方法がプチファスティングなんです。で私は、昨日、2020年5月7日こう満月の日に、いたしました。で私は必ず毎月その満月と新月の夜ご飯をお休みするんですけれども、この日に限らずですね、こうある私のサロンにいらしているクライアントの方から、先生その満月と新月の日以外はどうなんでしょうかというご質問があったので、こうお答えしてるんですけれども、いつでも行ってくださいねということです。例えばこうお昼女子会などでこうランチ会があってこういっぱい食べてしまったとかですね、何かしらこう食べ過ぎてしまった日の夜ご飯を抜いてあげることで、その体重増加ですとか体調不良をご自分でピタッとその時点でもうできるだけ早くこうリセットしてあげることがとっても重要なんですね。溜め込めば溜め込んでいくほどリセットするのもお時間がかかりますよね。ですのでそういった日にもぜひ、取り組まれてください。では、私のお話ですけれども、そのプチファスティング、昨晩家族とみんなでしたんですけれども、今朝の目覚めがですね、目覚ましなる前にスカッと、目が気持ちよく覚めたんです。またすごくこう体もね軽いですし、もう朝からこんなにフットワークが良くていいのかなっていうぐらい、もう本当にいろんなことがこうできるんですね。でまたこの頭やこう視界がすごくクリアになりますから、お仕事にもすごく集中することができています。もういいこといっぱいでした。そして、ファスティングした日のですね、私昨晩夜塩浴をしたんですけれども、この塩浴をするとですね、翌朝のこうお肌触ってみてください。大量にその皮膚からデトックスした後ですから、こう毛穴の大掃除ですよね。皮膚も最大の臓器ですから、その臓器がこうきれいになるわけです。すると老廃物がもう全部出てるわけですから、もうすごくすべすべにもう触れた瞬間、分かりました。もう顔洗う時がもう全然違うので、もうこれは体験した方でしたらお分かりになっていらっしゃると思います。あと3つ目はその大事なことがあるんですよっていうお話。プチファスティングをしたその翌朝、もしくはその次にこう初めて召し上がるその食べ物が一番、大事なんですよっていうお話をさせていただいてます。で私は、前回ご案内した時は大根がゆと言いまして、そのお大根を昆布だしでこうたっぷりの水で煮るんですけれども、調味料はその昆布だしと梅干しだけなんです。で今朝早速ね家族みんなでいただいたんですが、もう本当に美味しかったです。味覚も研ぎ澄まされますし、その食材がこう本来持っているお味がこうすごく分かるようにこうなるんですよね。こう一口入れると体のこう奥に染み渡るような、幸せ、おいしいって本当に満たされる気持ちになりますね。
お餅そうってこういうことかなと本当に思いますね。その本来の持ってるお味を楽しめる。そしてやはり腸内環境が大事ですから、その腸内細菌が喜ぶ食材が一番なんですね。その腸内細菌が大好きな食べ物が先ほどお伝えしたその大根であったり昆布であったり梅干しなわけです。でそういったものを取り込むことでさらに腸内がこう大掃除されるわけですから、もちろん、今朝私もお腹すっきりでした。またその大根がゆに限らずですね、そのプチファスティング後は、こちら孫は優しいです。この食材がもう本当におすすめなんですね。でこちらは何かと言いますと、その食べ物の頭文字なんです。では孫は、豆類ですね、大豆製品であったり、ごはごまです。種類ですね、ナッツもこちらに入ります。和は、わかめですよね。海藻類です。やは野菜、もうぜひ旬のものを召し上がってください。さは、魚ですね、イワシやアジなどの小魚がおすすめです。あとしは、しいたけ、キノコ類ですよね。最後はイです。こちらは芋類です。じゃがいもであったりさつまいもであったりお芋類、こういった食材は、腸内細菌が喜ぶ、もう本当に餌としてね、ご飯としていっぱい、食べてくれますから、あなたの腸内環境を、大掃除できる食材というわけです。そしてですね、まずこちらをできる時にあなたのペースで楽しみながら続けていただきたいと思います。またこのファスティングについてご興味がある方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらから私に直接ご相談されてください。一つ一つ丁寧にお答えさせていただきます。またこの動画のお話をですね、繰り返しご覧いただいて、繰り返し日々の生活の中に取り入れていただきたいと思います。またこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。